汰しました。ちょっとリハーサルにお時間かかりまして、11時少し回りましたが、これからミモリーズさんによりますライブステージをお聴きいただきます。それではよろしくお願いします。はい、皆様、こんにちは。なんか約2ヶ月から3ヶ月ぶりの登場 で、ちなみにあの前回はね6月か7月に1回ここのステージをやるという話があったんですが、見事に台風襲来しちゃいましたね。ステージが潰れちゃいました。さすがそのリベンジで全く運についてないミモリーでございます。私たちはあの伊豆をテーマにしたオリジナルなロックをやっております。ミモリーズと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で今日はね、まあ、うちらばっかり2ステージやってもなんなんで、今日神奈川県、厚木市からね、あの未来愛子さんというちょっと女性のシンガーソングライターで、ね、たまにはいいですね、女性が来ないとうちなんかね、やぼったい人たち、ね、あやぼったい人たち集まりみたいなんで、意外とあれなんですよ、女性来るとね、子供の率高くなるんですよ。ああ、ね、ミモリーもね、それなりにね。あ、それなりに。わかりました。でいつもここで来るとここほら観光客が多いとこじゃないですか。だからまあ前の方にいる方はいつも常連なんですけど、まあ大体こう観光客の人がついでに寄ってくみたいな感じのところが多いんで、はい、まあ毎回毎回ねお初になっちゃうんですが、よかったら30分聞いてってください。お願いします。じゃあまず熱海ではなく沼津の海をテーマにした、沼津この反対側なんですが干物の美味しい町、そこをテーマにした沼津ガニューロブルスという曲を演奏してみたいと思いますので、よろしくお願いします。
ありがとうございます。今回はね、リードギター3人もいるっていうね、なかなか豪華な編成なんですよ。どうしても私はおまけみたいなもんです。しかも太鼓多いし、太鼓いますからね。